はい、どうもダナタです。ではワンコレやっていきたいと思います。今回はこの極限の塔、皆さんやってると思いますが、こちらで手に入るシールについてお話しさせていただこうかなと思います。私今黄金の塔と蒼天の塔、こちらの2つを今、無事完全登頂しています。黄金の塔は、金曜日に開催された日に、97回まで行ってなんとか昨日、攻略できて105回、次が105回になるんですけどね、登頂する予定となっています。そして蒼天の塔は、昨日の土曜日に完全登頂しました。なぜ蒼天の塔を登頂したかというとこちらです。魔装始祖ジュラシール別バージョンですね。こちらのシールが非常に強いということが分かりまして、これを取りに行きました。まあこれを取った結果97回を攻略することができたという感じで、一応ですね、内容が悪魔が奥義発動後20秒間メインパーティーの余ダメージを 5% 上昇すると、そしてマックスで 10% だったかな10% 上昇することができます。なので、始祖ジュラを貫突したい場合は140回まで上がれば貫突することができると。まあただね、1日2ホースずつしか進めないし、で毎日できないんですよ。蒼天の塔が、今はちょっとわからないですけど確か、週のうちの3回土日とあと何曜日か忘れましたけどその日にのみなんで、計6回上がることができるということなので、まあ、それを繰り返していくとなると結構なあの月日何ヶ月かかるんかな、1ヶ月で24回進めるんで、まあ、2ヶ月はかかるという計算になるんですけどね。うん、なので、もう早々にこちらの極限の塔の、蒼天の塔はクリアさせてもらいました。このシール、まあ先ほど説明したように悪魔がこのエクストラで見れるんですけどね、悪魔が奥義を発動なんで、ただ勘違いしないでほしいのが悪魔ヘッド、始祖ジュラであったりサタンマリア、こちらの方は対象外となっておりますので、そこは気をつけておいてください。まあつまり、悪魔属性がいる、属性、つまり貴属性以外の、パーティーに使えるということで、でしかもこの書き方だと重ね掛けが可能であるということもあり、これは非常に強いぞというところで。まあ、実際に、重ね掛けができるのかどうか。ちょっとね、97回で試したんですけど、実際のところ、鬼ヶ島と始祖ジュラで行ったんで、使えてない、重ね掛けができたかどうかっていうのが見れてないので、今から重ね掛けができるかどうか、ちょっと試しにやってみたいと思います。では、どうぞ。はい。ということで、一番やりやすい、オスクイスクイーンですね、こちらの方でこの紫属性だけで、攻略した動画があるんですが、こちらの方で、実際にこの始祖ジュラが使えるのかどうか、一応メインパーティーすべて悪魔にしております。なので、このパーティーたちで奥義を打った後重ね掛けができるのかどうかちょっと確認していきたいと思います。とりあえず貯めていきます。ほうよ、ちょっと 200% まで貯めて重ね掛けができるかどうか。では行きましょう。まずドンマ、あ、ドンマ発動しねえ。
ごめんなさい。このシールじゃねえ。はい、ごめんなさい、間違えました。じゃあもう一回やり直します。なんかおかしいなと思ったけど、一応シールは、BP が溜まるように、行動間隔を伸ば、引き伸ばすという短くするやつにしております。では 200% 溜まったら連チャンで打ってみたいと思います。では行きます。まずドンマ、これで発動しましたね。では次鬼ヶ島、これで続けざまに発動しましたね。これなんですよ。これによって20秒間ですけどね、ダメージ量をアップすることができると。そしてその火力が上がった状態で魔盗賊を放つと。いう感じで、非常にね、使うタイミングにもよるとは思うんですけどね。なので、結構やっぱ溜めた状態でやった方がいいのかな。うん。なので非常にね、このシール自体がかなり強い。で、まあ扇のダメージ量も上がるし、通常攻撃も上がってくるんで、非常に使いやすいんじゃないかなと。で、結構やっぱ97攻略ポイントとして、とにかく先手必勝でダメージを与えていくっていうのが重要になってきますので。で、ぜひとも、どこから塔を登っていいかちょっと悩んでいる方はもうおすすめですね。蒼天の塔から登ってみてください。はい、というわけで、今回の動画は以上とさせてもらいます。他のシールも強いは強いんですけど、ま、セントミニックスだと貴族性の攻撃力をアップする。そしてあとこちらスーパーゼウスですね。スーパーゼウスも、メインパーティーのダメージを 88% 上昇する。で、バストル開始から80秒ごとに上げてくれますので、これも強い、普通に。で、こちら、サタンマリア、前衛が奥義発動後 BP6.4% アップする。なので、これは、元々のサタンマリアの上位互換みたいな感じの、シールとなってますね。そして最後、こちらの新しく出たヘラクライスト、前衛が奥義発動後20秒間そのキャラの余ダメージを 12% 上昇するということなので、今ガチャで開催されているヘラクライストに、かなり特化したシールとなっているということですね。まあ私はヘラクライスト今取れてないのでこれ何とも言えませんけど、取りたいなと思っております。まあ取れるかどうか分かりませんけどね。今チケットが4枚なんで、ちょっとまたチケットと、まあジェムが貯まればまたガチャ回していこうかなと思いますので、今60連やってるんですけど一本釣りで、ヘラクライスと共に出てない状態ですね。当たったのがニンニクマンスケかな、初登場で出たのが。ちょっとレベル上げたか、あ、入手順でいくと、ニンニクマンスケが新たに当たったぐらいなんで、あとこっちか、アクシン山当時が覚醒2になってるっていう状態ですね。これ上げておこう。スキルの書も使えるんで。で、あとチンカーベルじゃなかったかな。チンカーベルが、2突になったという状態なので、微妙な感じですけどね。まあ頑張っていきたいなと思います。はい。またね、高難度の、97。
の攻略の動画とか、多分まあ今後どんどん上に上がっていけば上がるほど、多分明日かな、明日107回にチャレンジする人たちが何人かいると思うんですけど、絶望を味わうんじゃないでしょうか。はい、黄金の塔、まあどうなるか分かりませんけどね、まあ私もそこにチャレンジしていこうと思いますので、またその時はよろしくお願いします。それでは失礼。